ここ落っことしてから割れたじゃん。それからダメなんで。下に駅があった時に働いてたので、はいはい、それからちょっと持ち続けて。もうそれですね、買い行こうとすると森岡行く時は治っちゃうんだね。ここに来て熱持つとパニックになっちゃう。ここはどこ、私は誰なんて。ほら、この万が願いをしたってさ、願い。逃げたってね、この間何ヶ月で、うん、明日で4ヶ月20分ぐらい、ほら、昨日電話したこれ、そのうちガラケーなくなんだよ。そうそう、どうすんのよ。スマートフォンにする、じゃあ1ヶ月明日でちょうど4ヶ月だな。かわいい、恋愛理由で、かわいいね、順調に成長してね、かわいくてな、そこらもね。見た見た、この可愛い女の子な。男の子よ。男は下ちっちゃいのよ。ちっちゃいのよ、ほらほら、うん、今年生まれたやつ、うん、可愛い女の子はとても可愛い。すいませんね、おじちゃんどこに行くったったよ、気になったって、ね、森さんがほらこう話しかけて、気軽に話しかけてくれたから、行きたくなったって、ね、おじちゃんとか残れるって畑に行ったから。透明感行かない？行くか。ん？透明感。来年どう？疲れてんだね。朝からやりっぱなしだもん。言ってればいいんだ。畑。疲れたからって疲れもしないけどって。それしかねえから別に疲れもしないけども、何が遠慮してんだよ。ミヤさんも来たし、クンちゃんも来た。クンちゃんも来てたの、うん、まずよ、うん、この3人だからって思ってお店の場があるのでも。もうだんだん年になったからね。それであなたも携帯買ってもらってきたの、電話を受けるだけでいいんだからね、うん、携帯買うこと、そういうこと言っちゃダメよ。携帯買ったってどうすんの、トメさんが。だって携帯って安いべき、安い高いの問題じゃない、聞こえないんだから無理よ、そういうこと。携帯は聞こえるやつ持ってるじゃん。いやいや、そういうもの必要ない。今ね、これがもうなくなるから、ね。まだ若いうちはいいけど、トメさんみたいになったらもういらない携帯。いや、私ね、お家があって、畑石鉄壁トメさん。だって、あんただって自分だって言えば、あ、携帯出ないから、あ、じゃあもう諦めたって、なんか言うつけ、この電話しかなきゃ。持ってる意味ないでしょ、一番近くにいる友達が。携帯に電話しねえんだよ。どっか置いてたとかさ、携帯いつも持っとかないとダメなんだよ。忘れるんだよな、私も。だからそれじゃ、いかにないから、自分で自分で食べて、食べて、食べて。家庭の電話なんか今、都会はないんだよ。